ホルシュタイン公国、ホルシュタイン公国は、新生ローマ帝国の最北端、ホルシュタイン地方に存在した、両方国家。今日のドイツ連邦共和国主レースビヒ、イコールホルシュタイン州の一部にあたる。1474年、デンマークオークリスチャン一世が有していた、ホルシュタインイコールレンズブルク伯領が、皇帝フリードリヒ賛成により、公国とされたことにより成立した。 以後この広告は、その存続期間を通じ、北隣のシュレースビヒ広告と共に、デンマーク王家、オルデンブルク家とその一族により統治された。1544年に、デンマーク王クリスチャン三世は、弟二人と共に、シュレースビヒ広告及び、ホルシュタイン広告を三分し、王家とニックによる共同統治とした。 一夜は早くに断絶するが、シュレースビヒイコールホールシュタインイコールゴットルプケは17世紀から18世紀にかけて王家と対立し、北欧の政治情勢に影響を与えたゴットルプケからはスウェーデン王やロシア皇帝を出している。王家とゴットルプケの共同統治は、シュレースビヒで1713年に終了したのに、続き1773年にホルシュタインでも終了。 デンマーク王家がホルシュタイン公国の単独統治者となったが、ドイツの領域内にあるデンマーク王領という特殊な地位などから19世紀半ばにシュレースビヒーコールホールシュタイン問題が発。二度のシュレースビヒーコールホールシュタイン戦争を経て1864年にデンマーク王家はホルシュタイン公国を放棄し、その領域は1866年の広島戦争で、 プロイセン王国に編入された。ホルシュタイン地方は、西を、ワッデン、海、東を、バルト海に挟まれた、ユトラント半島の付け根に位置し、北をワイダー川、南をエルベ川に囲まれた地域である。ホルシュタイン公国は、時代によって領域の変化があるものの、ホルシュタイン地方の大部分を領有していた。ホルシュタイン公国に含まれる主要都市としては、 北東部に、バルト海に面したキールがあり、今日においても、シュレースビヒイコールホルシュタイン州の州都である。ホルシュタイン公国の分量の名として登場する、グリュックシュタット、ピンネブルクなどは、南部のエルベ川沿いに所在した。ホルシュタイン地方の南端部には、ザクセンイコールラウエンブルク公国などの両方があった。また、ホルシュタイン公国の南にハンブルク。 東にリューベックなどの古い都市があり、これらの領域は、ホルシュタイン公国と特に密接に関わりつつ、異なる歴史を歩んだ。ザクセン戦争後の811年、西ローマ帝国のカール大帝、シャルル・マーニュが、デンマーク王ヘミングと結んだ協定により、フランク王国とデンマークは、アイダー川を境界とした。以後、川の北のシュレースヒ地方は、 デンマーク王の所領となり、川の南のホルシュタイン地方は、西ローマ帝国から東フランク王国を経て新生ローマ帝国の一部となった。1110年、ドイツ中部シャウムブルク、シャウエンブルクの白であった、シャウエンブルク家のアドルフ一世は、ザクセン王のタールから、ホルシュタイン地方を、高度、霊園として与えられ、シャウエンブルク及びホルシュタイン白を称した。 以後、ホルシュタイン伯領は分割相続により、シャウエンブルク家系統の諸国が分立した。14世紀には、このうちのホルシュタインイコールレンズブルク伯家が諸国を再統合し、ただし、ホルシュタインイコールピンネブルク伯は1640年まで独自の地位を保った、単にホルシュタイン伯を称するようになった。ホルシュタインイコールレンズブルク伯アドルフ世は、デンマーク王から、 シュレースビヒコの地位も承認された。1459年、アドルフ八世は、軽視のないままに死去した。アドルフ八世の医療のうち、シュレースビヒコウ量は、デンマーク王冠の俗領であったため、総主のデンマーク王クリスチャン1世、オルデンブク家に返還されたが、クリスチャン1世は、アドルフ八世の甥、い、クリスチャン1世の母が、アドルフ八世の姉でもあったため、 ホルシュタイン伯領も自分の支配下に置こうとした。クリスチャン一世は、シュレースビヒとホルシュタインが同じ領主を持つ状態、人的同訓連合の継続を望む地元貴族たちの指示を受けており、1460年にはシュレースビヒ地方のリーベに地貴族たちを招集して、自らがシュレースビヒ公と共にホルシュタイン伯位を継ぐことを宣言したリーベ条約。ただし、 アイダー側は依然として、デンマークとドイツの国境であり、ホルシュタイン博領は神聖ローマ帝国内において、ザクセン系アスカーニエン家のザクセンイコールラウエンブルク、公国が、総主の地位を有する報道であった。1474年、神聖ローマ皇帝フリードリヒ三世は、ホルシュタイン博としてのクリスチャン一世に、帝国直属身分を認め、爵位も公爵に挙げられた。これにより、 ホルシュタイン公国が成立した。1490年、デンマーク王ハンスは、弟のフレゼリク一世を、シュレース・ビヒ公国及び、ホルシュタイン公国の共同統治者とした。この状態は、フレゼリク一世が、老いのクリスチャン二世を廃して自ら大いに、9523年まで続いた。1544年、フレゼリク一世の息子クリスチャン三世は、 シュレースビヒ公国及びホルシュタイン公国の領域を二人のイボテハンス、ローコーとアドルフと共に三分割し、三兄弟が両公国の共同支配者となった。クリスチャン一世のイボテたちは、領土分割に際してデンマーク多い継承権を放棄した。領土の分割は税収が平等になるように行われた。また、ホルシュタイン地方の少なからぬ部分、主に、 バルト海沿岸は、グルックシュタット公国とゴットルプ公国が共同で行政を行う形が取られていた。その後、クリスチャン三世の伐士、ハンス・ワカ公が、シュレーソビヒイコールホールシュタインイコールゾンダーブルク公と称しているが、この家系は、ゾンダーブルク家と呼ばれる、ゴットルプ公のように、両公国の共同支配者という格は与えられず、両方としての実質もなく公爵の称号も、 形式的なものであった。このような公爵はと呼ばれる、ゾンダーブルク家の記事を参照。その後もオルデンブルク家の冒険からは、シュレースビヒーコールホルシュタインを冠した仮名を持つ、多数のが生まれた。このゾンダーブルク家の分子の一つには、ホルシュタイン地方のグリュックスブルクを仮名に持つ、グリュックスブルク家があり、現在のデンマーク王家、1863年以後、ノルウェー王家、 1905年以後につながる家門となっている。デンマーク王家、オルテンブルク家も、シュレースビヒーコールホルシュタインイコールゴットルプク家、ゴットルプ家も隕石関係によって、スカンジナビア諸国の王国家と複雑に結びついており、同時にスカンジナビア諸国の争いの中に立つこととなった。ゴットルプ家は、オヤスウェーデンの立場を強め、フレゼリク三世は、北方戦争。 1655年から1661年でデンマークと戦うスウェーデン軍の両通貨を許可。その子のクリスチャン・アルブレクトは、北方戦争後に巻き返したデンマーク王によって、領土を追放されるなどの対立が続いた。シュレース・ビヒ・ホルシュタインの領域はしばしば戦場となり、荒廃した。大北方戦争、1700年から1721年。 デンマーク王フレデリク4世がスウェーデンの同盟国であるシュレースビヒイコールホルシュタインイコールゴットルプ公国に進行することで始まった。フレデリク4世はスウェーデンの反撃を受けトラベンタール条約でシュレースビヒイコールホルシュタインイコールゴットルプ公国の主権を確認させられ戦争から脱落した。その後再び参戦したデンマークは1713年に シュレースビヒイコールホルシュタインイコールゴットルプ公国の内シュレースビヒ地方に属する領域を占領。占領された地域の中にはゴットルプ家の館であるゴットルフ城も含まれていた総主としての権限を行使しゴットルプ公カールフリードリヒから共同統治者の地位を剥奪した。1720年のフレデリクスボー条約でカールフリードリヒはこれを受け入れることを余儀なくされる。 一方で、新生ローマ帝国内のホルシュタイン公国では、王家とゴットルプ家が共同統治するという形式が継続した。カール・フリードリヒは、ホルシュタイン地方に残された事業を、ホルシュタイン・ゴットルプ公国とし、首都キールに定めた。1739年、カール・フリードリヒの子、カール・ペーター・ウルリヒが幼くして、後位を継ぐが、母方のおばである、 ロシア女帝エリザベータから後継者として指名される。カールペーター・ウルリヒは後に、ロシア皇帝として即位し、ピョートル三世となる。1773年、ピョートル三世とエカチェリーナ二世の子である、ホルシュタインイコールゴットルプ公、パーベルペトロイチ、後のロシア皇帝パーベル一世は、ホルシュタインイコールゴットルプ公国をデンマークに譲り、その代わりに、オルデンブルク公国を獲得した。 これによって、ホルシュタイン公国でも共同統治が解消され、オルテンブルク家による単独統治となった。1806年に新生ローマ帝国が解散すると、ホルシュタイン公国は主権を手にした。1815年のウィーン会議以後、ホルシュタイン公国はドイツ連邦に参加した。なおウィーン会議では、ホルシュタイン公国の南東に隣接する小規模な公国。 ラウエンブルクの行為もオルデンブルクが獲得しており、イゴ・ホルシュタイン公国と歩みを共にしている。しかし、ドイツの領域内にある、デンマーク横領であるという特殊な立場であることから、シュレースビヒイコールホルシュタイン問題と呼ばれる、外交上、軍事上の形争を引き起こすことになった。ドイツ統一に向けて、民族主義がうねる中で、 ホルシュタインのドイツ人住民の間にはデンマークによる支配に対する不満も高まった。加えて、当時のデンマーク王フレデリク七世在位、1848年から1863年には、軽視がなく、さらに、ホルシュタイン公国、サリカ法を適用を、敵王とデンマーク王国とで追い継承の規定が異なるといった後継門も事態に複雑さを加える要因であった。 1848年革命が波及する中で、ホルシュタイン公国ではデンマークからの独立を求める暫定政府が形成された。この動きには、シュレースビヒーコールホルシュタイン総督フレゼリク・アネアと、その兄でデンマークの王位継承に名乗りを挙げていたアウグステンブルク公クリスチャン・アウグスト2世が加わっていた。プロイセン王国は、シュレースビヒーコールホルシュタイン公国の独立への寄を。 支援した。デンマークは、1848年から1851年において、プロイセン王国の信仰を退け、現状を維持するという条件で休戦が結ばれた。1863年、デンマーク王に、グリックスブルク家からクリスチャン旧政が即位すると、シュレースビヒとホルシュタインの地位問題が再び持ち上がった。1864年において、 プロイセンとオーストリアの連合軍がアイダー川を越えシュレースビヒまでをも征服した。デンマークオークリスチャン9世は1864年のウィーン条約においてシュレースビヒ及びホルシュタインの放棄を余儀なくされた。これによりデンマークによるホルシュタイン公国統治の歴史は終わる。戦後、プロイセンはシュレースビヒをオーストリアはホルシュタインを管理することになった。 しかし間もなく、シュレースビヒー・コールホルシュタインの管理をめぐる紛争を、口火として、広島戦争1866年が勃発した。結局、ホルシュタイン公国はプロイセンによって並行され、プロイセン王国のシュレースビヒー・コールホルシュタイン州の一部となった。なお、クリスチャン・アウグスト2世の子フリードリヒ8世は、シュレースビヒーとホルシュタインの公爵位を主張していたが、 プロイセンの圧力により請求を取り下げさせられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。